出荷酵母は、出荷によって増える酵母の総称であるが、普通は、サッカロミセスセラビカを指す。酵母は単細胞性の菌類の総称であり、その多くは、菌界の死脳菌門に属している。菌界は、キノコなどの仲間を含み、細胞壁を持つことから古くは植物に分類されていた、生物群。死脳菌はその中で死脳を形成するグループである。酵母は、 単細胞性の菌類である。一般に、酵母は分裂や出芽で増える。しかし単に出芽酵母という時は一般に、その中の一種サッカロミセスセラビカを指す。以下この記事でも、特に断りがない限り同種についての記述である。また同種は、他の酵母より、その有用性や、研究の後半差において抜きん出ているため、単に酵母やイーストという場合も、 動詞を指している場合が多い。例えばパンを作るときに用いるパン酵母はエスセラビカであるが単にイーストと呼ばれる。歴史的にも酵母という単語はエスセラビカを指す訳語として明治時代に作られたものである。出芽酵母は糖を代謝しアルコール発酵を行うことが古来より知られていた。サッカロミセスセラビカという学名はギリシャ語のシグマ。 カッパカイアルファーローニュー起源のラテン語の塔、サッカロムとギリシャ語の金流カッパイータエス、ビールを意味するケルト語起源のラテン語であるキャラバシアの俗格、セラビカに由来する。本来のラテン語読みだとサッカロミケスケレビシアエであるが、英語発音に引っ張られてサッカロマイセスセレビシエと呼ばれることも多い。全体としてラテン語でビールの陶ンといった意味を帯びる。 同種の亜種はパンや酒を作る際に用いられており、人類にとって最も馴染みの深い有用微生物の一つである。最近では健康ブームの一環でビール酵母の医薬品やサプリメントが人気である。自然界の出荷酵母は果物の表面や樹液など様々な場所に生育している。ワインや清酒作りに用いられる酵母は味や品質を左右する要因の一つである。 古くは、ぶどうの表面や酒蔵に生息する固有の株が用いられてきたが、近年では、そのような株の中から選抜された優秀な株が純粋培養され、ワイン工房や製紙工房として用いられている。また、近年は、サプリメントとして、出芽酵母そのものや、出芽酵母から抽出された、ベータグルカンやリボカクサンなどの成分が販売されるようになっている。出芽酵母は、 実用面での有用性と実験面での利便性が両輪となり、19世紀のパスツールに始まる発行、大社の生科学から20世紀の遺伝学、分子生物学、細胞生物学、21世紀のシステム生物学に至るまで生物学の発展に常に重要な役割を担っているモデル生物である。 真核生物の細胞には一組の染色体を持つ一倍体と二組の染色体を持つ二倍体の世代があり、これらの周期を生活感と呼ぶ。出荷酵母の生活感の概略図一倍体と二倍体は、それぞれ出荷によって増殖する。通常条件下は二倍体で存在することが多いが、微電学的解析では一倍体がよく用いられる。交換強化で増殖しているきには、 細胞周期を2時間程度で一周させる。細胞周期と連動して出芽が起こる。母細胞から出芽してくる娘細胞が徐々に大きくなり、目が元の細胞と同じ大きさになった時点で分裂し2つの細胞に分かれる。出芽は無性生殖であり、多細胞生物では体細胞分裂にあたる。出芽が起きた箇所は出芽根と呼ばれ、ここから 再度出芽が起こることはない。また出芽根は、胞子形成や接合を行うまで消失しないことから、その細胞の分裂回数を示している。一倍体には、A 細胞と α 細胞という2種類の性が存在する。A 細胞同士、α 細胞同士は接合しない。A 細胞と α 細胞は、それぞれ A ファクターと α ファクターという特有の 性ホルモンを分泌しており、お互いが十分に近接して、相手のフェロモンを細胞膜上の受容体で感知すると、通常の増殖を停止し、接合を始める。互いの方向に向かい細胞が伸長し、互いの細胞膜、続いて核が融合し、二倍体の細胞となる。接合型はマット遺伝子によって決定される。マット遺伝子には、 マット A とマット α の2種類があり、それぞれ接合型に多応している。またこれらはホメオボックスを含む、タンパク質を高度している。野生にいる酵母の一倍体細胞は、出芽するたびに、マット遺伝子座にある遺伝子が変わり、これにより娘細胞の接合系を変化させる、ホモタリズムと呼ばれる、生活感を持つ。生物学の研究で通常用いられる。 実験室過部の一倍体細胞の接合型は何度出荷しても不変であり、ヘテロタリズムと呼ばれる。二倍体細胞は窒素源が枯渇すると、減数分裂をはじめ胞子を形成する。A 型と α 型、各の二つずつの胞子が細胞内に形成される。胞子の状態では厳しい環境に耐性があり、やがて環境が好転すると発芽し、一倍体として、 再び質化による増殖を開始する。なお、この内生胞子を死脳胞子細胞そのものを死脳とみなして、これがこの生物を死脳菌とする根拠である。一媒体、二媒体ともに、いわゆる酵母型といわれる卵型をしているが、ある条件の菌栄養下に細胞が長く伸び出す、ニセ菌種と呼ばれる形態をとり、栄養を求めてより広い範囲に開けする。 質が酵母の細胞内構造は概ね、真核生物に共通である。細胞も、参照のこと。一倍体細胞は、長径5マイクロメートル程度の卵型をしており、二倍体細胞はそれより、若干大きく、両端が多少尖ったようなレモン型をしている。細胞の形を決定しているのは最外層にある、細胞壁である。細胞壁は、高分した糖類であるグルカン。 万ンを主成分とする。その直下に細胞膜があり、フェロモン受容体や様々な輸送体が機能している。核の直径は1マイクロメートル程度で、核膜は細胞周期を通じて消失しないという点。ラミンによる裏打ち構造が存在しない点で、哺乳類細胞等と異なる。小胞体は核膜に連続したものの他に、猛状のネットワークが、 細胞膜直下の表層部に存在する。ゴルジカラダはシス、ミディアル、トランスと機能的に分化して存在するが、それらは相伴上にはなっておらず、細胞中に分散した形で存在している。液胞はリソソーム同様の機能を果たしており、細胞の中で大きな空間を占めている。ゴルジ体は初期エンドソーム、後期エンドソームの存在も共に知られている。 初見度総務は、液胞管、細胞膜と液胞管の物質の流れを介在する。ミトコンドリア、ペルオキシソームも常に存在し、炭素源の栄養状態に応じて発達してくる。細胞骨格としては、防水糸を形成する、微小管、細胞極性を形成する、アクチンケーブル、細胞膜上に存在する、アクチンパッチ、細胞質分裂に関与する、 セプチンなどの存在が知られており、各々の制御因子が遺伝学的解析により詳細に報告されている。紀元前2000年前のメソポタミアではすでにパン工房を用いてパンが作られていた。ビール工房も紀元前1500年頃から記録がある。日本では古くから醸造において麹カビと共に製殖工房が用いられている。現在でも 発酵工業や食品工業において、出荷工房は必要不可欠な存在である。パン工房、製紙工房、ビール工房、ワイン工房は、基本的には S セラビカの亜種であり、例えば製紙工房と実験室株のゲノムの際は1%程度であるとも言われている。しかし、それぞれの実用工房は、それぞれの用途に応じて適した株が選ばれてきており、 例えば、高エタノール濃度でも生育するというような、実験室株では見られない特徴を示す。また、ビール酵母、ワイン酵母の場合は、サッカロミセス属の別種の酵母が使われている場合も、ある。出荷酵母は、嫌気呼吸として、他の多くの生物のように、乳酸発酵を行わず、アルコール発酵を行う。これは、出荷酵母が、 ピルビン酸脱炭酸酵素という特殊な酵素を含む、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体を持っているためであり、それによりピルビン酸がアセトアルデヒドになり、それがアルコールデヒドロゲナーゼにより、エタノールに変換される。出が酵母は、ピルビン酸デヒドロゲナーゼの保因子であるチアミンを自ら合成できるとともに、培地に存在するチアミンを吸収し、細胞内に集積することができる。 種によっては、その乾燥重量の10%の地網を集積できる。出荷酵母は様々な研究領域で、深核細胞のモデル生物として利用されている。出荷酵母と人の共通性を外見から見出すのは難しいが、生命現象の基本的な分子機構は驚くほど保存されている。出荷酵母を研究することにより、 深核細胞の基本的な性質について知ることができ、その深核細胞の中に人も植物も含まれるというのがより正確な認識かもしれない。すなわち、出が公募で明らかになったそれらの分子機構は、どの深核生物にも、概ね当てはめることができるのである。安価な培地を用い、短い世代時間で増殖させることができる。均一な細胞集団を大量に用意できるために、 生、科学的解析に適している。1倍体世代、2倍体世代が安定して存在することをはじめ、遺伝学的解析に適した特性を持っている。特に前者は、劣性変異の表現系を容易に調べられるという点から重要である。ゲノムサイズが1200万 BP で人の250分の1、大腸菌の4倍と小さい。 相同組み換え効率が高いことから遺伝子破壊のようなゲノムの編集法が発達していることをはじめ、多くの便利な分子生物学的手法が蓄積している。システム生物学のモデルとしての特性は講述する。出荷工房は1950年代には実験材料として用いられ始めていたが、当時のセントラルドグマ研究では、より早く増殖するファージや大腸菌が多用されていた。 1970年代半ばから分子生物学は進化生物研究に移行し始め、出荷公母がモデル生物として注目され始める。リーランド・ハートウェルは1960年代半ばから出荷公母の突然変異体を用いた先見的な細胞周期研究を始めていた。出荷公母細胞を変異原因で処理し、細胞周期が 温度感受的に停止する変異株を多数取得した。その解析から細胞周期のチェックポイントという考え方を導き出し、細胞周期の制御に関わる遺伝子を明らかにした。この発見により、ハートウェルは2001年にノーベル生理学・医学賞を受賞している。細胞周期制御の分子機構の多くは、出荷酵母を用いた研究で明らかにされており、細胞骨格、 細胞極性といった関連分野の展開につながった。出荷酵母の中にもプリオンの振る舞いをするタンパク質があり、プリオン感染の分子機構の解析が行われている。出荷酵母の接合過程に欠損のある変異株の解析から G タンパク質協約受容体からマップキナーゼのカスケードを経て遺伝子発現制御に至る深刻細胞に基本的なシグナル伝達経路が 明らかになった。染色体研究では、酵母の複製起点や、セントロメア、テロメアなどについての知見が得られ、これらをつなぎ合わせた人工染色体は、長いゲノム断片のベクターとして応用されている。出芽酵母 S288C 株のゲノムの全塩基配列が、1996年に、新核生物として初めて、 米欧日から組織された国際チームから発表された。発表当初16本の染色体上に5885個のタンパク質を高度する遺伝子があると予想されたが、その後の様々な見直し作業により、2003年7月現在、6569個に修正されている。このことを契機として、これまでの個別の遺伝子、タンパク質を解析する立場とは異なり、 細胞全体の遺伝子発現、タンパク質量を解析しようという機運が生じ、これらのシステム生物学とも呼ぶべき新しい方法論を開発していくモデルとして、出荷酵母が盛んに利用された。また、あらゆる遺伝子について、それぞれを破壊した株のコレクションが作られ、それらに対して様々な表現系を解析する研究が進行している。その他に、 すべてのタンパク質間の相互作用を2ハイブリッド法や TAP 生成法で解析すること、すべてのタンパク質に緑色蛍光タンパク質を融合させて、その極材を解析することなども行われている。このような状況が生まれる背景としては、個々の因子について従来からの知識の蓄積が多いこと、またそれらを記述したデータベースがよく整備されていたことも、 重要だったと思われる。これらのモーラ的な方法論が今後どのような展開をもたらすのか注目されている。免疫状態が健康であれば、質が酵母が体内に定着して病原性を表すことはないが、抗菌薬の服用によって腸内細菌層のバランスが崩れた時に質が酵母が消化器官内に定着したい内でエチルアルコールを生産するオートブルーリーシンドロームを 発症することがあると報告されている。ありがとうございます。